こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、パンデーロ編。この動画では、パンデーロでのスラップについて解説します。スラップ、つまり破裂音のようなパーンという高い音ですね。コンガとかジャンベ、他のパーカッションにもスラップってあるんですけれども、まあそれらと比べるとパンデーロのスラップは比較的優しいので、この動画でサクッとマスターしましょう。はい、やり方は簡単で、パンデーロのヘッドのまあ大体真ん中あたりに叩く方の手を落とす。これだけです。パンデーロに限らず、こういうふうにヘッドが張ってあるすべてのパーカッション、打楽器っていうのは、このヘッドをですね、大きく振動させてあげると、より低く響く音がします。で、逆に、こう小さく細かく振動させてあげると、より高く短い音がします。スラップというのは、後者の細かい振動で、より高く短い音を出すっていうやり方で、瞬発的に早く打面を叩いて、かつ打面に触れることによって、振動すごく細かくして、高く短い音を出しています。イメージとしては何か濡れた布ですね。タオルでも雑巾でも何でもいいんですけど、それを思いっきり壁に投げると、多分こう、ペタってくっつくと思うんですね。そんな感じで、濡れた布を投げた、くっついた、こんな感じです。この物を投げる感覚っていうのが、パーカッショニストの動き的にはですね、一番近くて、この最初のエネルギーだけ与えてあげて、あとはもう全く力が入っていない状態で腕の重さと重力、遠心力で放り出す。で、まあ、太鼓があればこれにエネルギーを伝える。まあ、パンデーロでこんなにフルストロークすることはまずないんですけれども、どうやったらこう最速で腕を振れるのかっていうことは、知っておいた方がいいっていうか、まあ、考えるに値することなので、ぜひ豆知識程度にですね、頭に留めておいてください。はい。で、スピードをつけた手のひらが、このパンデーロに着地するわけですけれども、着地したときは、この真ん中以外の縁の部分は全てついている状態です。はい。では、しばらく一緒に練習してみましょう。せーの。さらにこの指の緩め具合、ヘッドにどれぐらい指が触れているかっていうことで、このスラップの音色と音量をいろいろと変えることができます。次回からはこのスラップと前回やったベーストーンですね。これを組み合わせていろんなリズムパターンを作っていきますのでお楽しみに。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。